旅をお届けしたいと思います。高等大公園駅を降りてアーケードの方に入っていくんですけど、その通りの名前、東一番町通り、これ合ってるのか分かんないんですけど、 Google マップで見たらそうだったので、そちらの方に歩いていきます。最初に訪れたのは大衆酒場5-5。もうとにかく酒のコスパがめちゃめちゃ良い。テキテキティン。そして食べ物のメニューも見て、もう食べ物界の酒のあて大賞がもう集まりまくり。そのままオリンピック行ったら金メダル取っちゃおう。ウィンウィンウィン。そして私の一発目の水分補給はバチャン、メガハイボールでございます。今目が超えてバケツです。でかすぎてにやけております。見てください、この芸術的なシュワシュワリン。この湯船があれば浸かりたい。さあ、至福の一発目。頭を抱えてしまうほどの美味しさでございました。そして一人だからこそ存分に味わえる優柔不断時間。しません、トロトンと、あと、アボカド明太マヨと鶏作りの胸たたき、はい、あと皮で焼き鳥の、タレでお願いします。 あとレバーのタレもお願いします。はい、以上で。はい、ありがとうございます。一番最初に届いたのはアボカド明太マヨ、最高じゃん。ちょっと明太卵焼きと迷ったんですけどもね、こちら選ばせていただきました。最初にメンタマヨをどっぷりつけすぎて、最後の方は結局アボカドだけで食べるということになってしまいました。やった。そして次に届いたのは鶏刺し、わさびをつけてですね、そしてごま油があるのが本当最高だったのよ。はい、くる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 りんちょからのパク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 りんちょのやらせてもらってます。ありがとうございます。酒飲みというのは天才的なシェフでもございます。おつまみとおつまみを掛け合わせておつまみにするのです。ミシュランならぬシュラン三つ星シェフです。ついついつまみを掛け合わせることってありますよね。うまさを共有したいな顔です。はい、来た最高名刺。私はね、もし無人島に一つだけ持っていけるものがあるとしたら何と聞かれたら、七味と答えたいくらい七味が大好きで、なので人が食べる七味の1年分ぐらいの量をね、一つの串にかけます。人と飲みに行ったらできないことを今しとこうマインドで。そしてこの豚足はトロトロなだけじゃなくもちもちでございました。酢味噌も美味しくて酒が進むのよ。私レバーと皮以外は全部塩で食べますが、レバーと皮はタレで食べます。しかし今日はレバーと皮を頼んだのでタレタレラインナップとなっております。やっぱ一人で来てね、これだけ頼むとめちゃくちゃお腹パンチクリになりましたので、一人でいる時はね 2,3 品でいいんじゃないかなとも思いました。そしてハイボールが全部食べ終わっても飲みきれないくらい量がありすぎて、本当にハイボールを片手に長らくゆっくり過ごしました。すいません、お会計でお願いします。お会計はこれだけ飲んで食べて2500円くらいでした。そしてまだまだいきます。2軒目はちょうどちょうどディープそうなところ、こちらの中吉という立ち飲み屋さんに行きました。中には常連さんもいるんですけど、みんな仲良しで一人で行っても全然楽しく喋れるくらいすごく最高の雰囲気のお店でございました。私はずっとチンチロ挑戦させられたのですが、これ何でどこの面に当たればどうなるのか結果ずっと分からず、分からないままずっとメガハイボールが当たり続きました。そして一緒に喋っちゃったおじちゃんが焼き鳥をごちそうしてくれました。このねつくねとその後にピーマンをかじりとかぶりつくのも最高も最高なのよこれ。でお腹いっぱいで食べれなかったんだけどね、見てこの煮込み煮込みに煮込まれたホルモン。私はね今日ね一人飲みをずっとするだろうなって思ってたんですけども、あまりにもみんな優しすぎて話が盛り上がって、まさかのみんなで次のお店に行きました。そんなことある、意外すぎる展開。このお店は先ほどの中吉から 30m 先にあるもう一つの中吉の系列店です。なってて、はい、もうめちゃくちゃその話題ってめっちゃ面白いなと思います。何よこれ。
こんなに熱意を持って喋ってたのか、次の日朝起きて覚えてた話の内容ゼロでございます。唯一覚えてるのが、9歳の子供がいる主婦が夫の愚痴をめちゃくちゃに暴露した後に、相席屋に行くんだと一生嘆いてたことです。いろんな家庭があって、いろんな事情があるものですな。4軒くらいはしごする予定でしたけれども、もう10杯くらいメガハイボールを飲みすぎてフラッフラでございました。でもものすごい楽しかったので、また絶対仙台一人飲み